お疲れ様です。6月4日火曜日朝6時の相場解説になります。今回はね、冷やしから見るこのチャートの見極めについてお話ししようと思いますえ。今、上昇トレンド中なんですけども、材料によって昨日の冷やしってのが、これ、大きく陰線になりました。で、陰線になって赤いこの移動平均線にぶつかって、今ね、 ちょうど陽線がものすごくちっちゃく作られ始めてるところなんですよ。で、こっからが冷やしの見極めなんですけども、おそらく移動平均線とローソク足の関係でこっから反発して上昇トレンドに戻る。つまり、今日は倍を入れておけば勝てるんじゃないかなと思うんですね。まあでもね、冷やしの見極め、明日はどうなるのかなってことなんですよ。グルーピングとしては、 月が単体で存在して、火水があって、木金があってっていう、そういう一週間だったですよね。ということはね、今日焦らなくても、今日の動向次第では明日が見えてくるんですよ。じゃあ具体的にどういうことかっていうと、今日が陽線で確定するようなら、明日は上昇トレンドに戻るので、明日も倍で勝てる降参が非常に高いんですよね。そう考えていくと、今日様子を見ても、 明日は大いに賞賛があるってことになってきます。ここまで整理しますよ。昨日材料によって大きな陰線が出ました。そして状況は上昇トレンド変わらずです。で、今移動平均線の赤いところにぶつかったんで、ちょうど上昇に向かうきっかけになっているところですね。で、さらに今日が要線で終わるようなら上昇トレンドに完全に戻りますので、明日は倍で勝てるっていう、こういう図式です。 で、これはね、明日のことを予言したわけですけども、今日は4時間どうなってるんでしょうか今日も要線で終わるはずなんですが、え、冷やしの方がね、これから反発して上昇に向かう、そんなきっかけだっていうことは先ほどお話し,しました。そうなるとこのね、4時間足、下落に形はなっていますけども、これもしかしたらね、ぐーっと上に戻るかもしれないわけですよ。ね。冷やしの状況が、 もう下落に入っていたらこれは下落が加速するっていうふうに踏んでねこっからセルでもいいんですけどもちょっと待てよなんですよこれは上昇に向かうかもしれないなとで本日の4時間軸と冷やしっていうのがこれから作られるところなんでグーッとね上に上がっていくようなら今日という1日だけでもどっかでね倍のタイミングを探すことができるわけですよ えそして倍に入って、それが本当に上昇トレンドになっていくようでしたら、移動平均線をぶち破って上の方に戻っていくっていう。まあそんなね、ここみたいな状況が見て取れるわけですよ。で、ここも上昇トレンド中に、一旦はね、何らかの事情で下の方に行きましたけども、結局上の方に戻ってきたでしょで、これがここでも起きるんじゃないかなってことが、今ね、心積もりできるということです。次が1時間です。 じゃあ実際に今日はどのように立ち振る舞っていくかっていうことなんですけども一旦上がりかけた値動きがまたね N を書いて下の方に行きましたただただこれが本当に大きく下に下落に向かっていくもののかどうかっていうとちょっとねそれは今までとは違って判断しかねますっていうのがこの下落はあくまでも23時のアメリカの材料によって起きてるわけなんですよねでこの材料が終わって 買い戻されたところと、それから買い戻されたところがさらにね、売り戻されたところっていうのがあります。ですんで、今、いわゆるこういうふうなレンジが引けてるところなんですけども、これをブレイクしてさらに下に行く、155円台に戻ってしまうんだったら、これはもしかしたらもう上昇の、おまあ運気がなくなるのかなと捉えてもしょうがないんですけども、じゃあ今日中にこれが上にじりじりと上がっていくようで、ここを破るようなら、1時間から 順番に移動平均線の上に乗っかっていく。つまり上昇トレンドを回復するんじゃないかなって見ることができるんですよね。はい。今日は情報満載ですけども、解説は一応終わりですね。これでね。で、午前中の見極めは、この1時間軸が本当に下落の位置やこのレンジの中に入って出てこないのかってところ。ね。それから、レンジを離れてブレイクして、どちらかに向かうときには、 上の方に向かうときはこの移動平均線をね、渡り歩いて上の方に戻ってきて上昇トレンドを1時間から回復して、ゆくゆくは4時間も上昇トレンドに、えー、切り替えていくのかということですよね。そこを見ていきましょうってことになります。はい、長くなりましたけども、今回は以上です。FX オリガしの皆様は追加放送でね、さらにこの動きを細かく追っかけていきましょう。それではグッドラック。